ハミルトン郡はアメリカ合衆国テネシー州の南部に位置する郡である。2010年国勢調査での人口は33万6463人であり、2000年の30万7896人から9.3%増加した。郡庁所在地はチャタヌーガ市であり、同郡で人口最大の都市でもある。郡名は 初代アメリカ合衆国財務長官を務めたアレクサンダー・ハミルトンにちなんで名付けられた。ハミルトン軍はジョージア州にもまたがるチャタヌーが大都市圏に属している。ハミルトン軍は1819年10月25日に、霊軍とインディアン領土の一部を合わせて設立された。軍名はアメリカ独立戦争の軍人であり、大陸会議大議員。 初代アメリカ合衆国財務長官を務めたアレクサンダー・ハミルトンにちなんで名付けられた。アメリカ合衆国建国の父の一人に数えられる。南北戦争の時には、軍内に重要な章石を採掘する場所があった。章石は火薬の主成分であり、洞窟の土を越すことで得られた。南北戦争中は、ルックアート山洞窟が章石採掘源だった。 この洞窟がある土地の所有者だったロバート・クレーブンスが採掘場を運営した。1861年5月、クレーブンスはテネシー州軍事財政理事会と2万ポンドの小石を納める契約を交わした。5月24日、すでに道内に10機のホッパーを据え付けたと報告した。クレーブンスは近くのマリオン郡にあるニッカジャック洞窟でも採掘を行っていた。 1862年、クレーブンスはルックアート山洞窟での採掘を止め、洞窟をアメリカ連合国小石局に課した。小石局は1862年6月から1863年7月まで採掘していた。1863年、チャタヌーガ氏が北軍に占領され、採掘が中断された。1919年、ジェームズ軍が破産し、 1919年4月にハミルトン軍の一部になった。ジェームズ軍は1871年1月にテネシー州議会が設立し、ジェシー・ジェイ・ジェームズ牧師にちなんで名付けられていた。ハミルトン軍保安官トマス・グラディヘッドがヘビ使いを禁じるテネシー州法を適用し、1945年にペンテコステ派の宗教的ヘビ使い集団を逮捕して、全国の注意を集めた。 ヘッドは常にこの方を強制したわけではなく、ヘビ使いを見るために集まった群衆の雰囲気が悪くなった時は止めていた。1947年、宗教的なヘビ使いの会派であるトム・ハーデンと11人のメンバーが逮捕され、そのうち10人がヘビ使いを禁じるテネシー州法を犯したとして有罪になった。最近では2011年、チャタヌーガで3人がヘビを所有し、 飼育し、輸送したことで、州の野生生物法を犯した罪で逮捕された。この事件はある男が蛇に噛まれて死亡した事件に関連していた。テネシー大学チャタヌーガ校の社会心理学と宗教心理学の教授ラルフ・フットは、アパラチア地方で宗教的な蛇使いが続いているが、大半は消滅したと語っている。アメリカ学習国国政調査局によれば、 軍域全面積は576平方マイルであり、この内陸地542平方マイル、水域は33平方マイルで、水域率は5.78%である。ハミルトン軍は10の軍と境を接しており、国内でも珍しい軍である。ラクン山大洞窟は、チャタヌーガ市中心街から北西に8マイルにある、観光洞窟である。はじめは1929年に、 レオランバートが探検し、道を作り、明かりを灯し、1931年6月28日に公開した。テネシー大洞窟と名付けられていた。運営者によれば、洞の長さ5.5マイル以上が探検されている。クリスタルカバーンズケーブスパイダーはこの洞窟のみで知られている雲である。洞窟のガイドが時たまこの雲を見つけて観光客に見せることがある。 ルビー滝洞窟は、チャタヌーガ中心街、ルックアート山山腹にある観光洞窟である。1928年12月28日、ルックアート山洞窟を商業洞窟として開発するためにエレベーターシャフトを掘削している時に貫通して偶然見つかった。ルビー滝洞窟は地表から260フィート下で見つかり、 ルックアート山洞窟は後に深さ420フィートまで達した。このプロジェクト全体は洞窟開発者レオランバートが言った。妻のルビーにちなみ、この滝のある洞窟をルビーホールズと名付けた。低い側のルックアート山洞窟は1929年12月30日に公開された。ルビー滝洞窟は1930年6月16日に 公開された。この二つの洞窟の中でも、素晴らしい滝のあるルビー滝洞窟が人気を呼び、現在でも公開が続いている。人口ピラミッド以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ハミルトン軍は増え続ける監獄の費用と人口の管理問題に値を上げて、州の援助を求めた。元テネシー州知事ラマー・アレクサンダーがこの軍を、 民間刑務所という新しい概念で呼んだ。1985年、軍政委員会は、シルバーデールコーチセンターを運営し管理するために、コレクションズ・コーポレーション・オブ・アメリカの提案受け入れを承認した。問題から、月日の経った2005年、軍は契約の拡大を承認した。ハミルトン軍は、政治的には保守派だが、やや左寄りの傾向を示してきた。2004年、 共和党のジョージ・ W ・ブッシュが軍投票数の57%を獲得し41%に止まった民主党のジョン・ケリーを制した。2008年には共和党のジョン・マケインが民主党のバラク・オバマに対し55%対43%とやや差が詰まったものの勝利した。2008年2月、ビリー・ロング保安官が逮捕された。ロングは4日後に辞任した。 2008年11月、ロングは金銭供用と資金洗浄に加え武器と薬物に関する罪で14年間の刑を宣告された。公認にはジム・ハモンドがついた。ありがとうございます。